のコンビニで夢を探して、わずかな時間を駆け抜けた。イヤホン片方外して聞いた。知らない人の話し声、そんななんでもないことがなぜか切なくて、星の降る夜道で君に電話をかけるよ。寂しがり屋の僕らのためにぬくもりください。ポケットの中のお釣りを投げて、あの日を変えたらいいのにな。コカ・コーラ飲んで流し込むけど、ため息ばかりが溢れ出す。ああそんなの当たり前、よくある話だけど、大事な忘れ物したような気がしてたまらない。寂しがり屋の僕らのためにぬくもりください。ポケットの中のお釣りを投げて、あの日を変えたら。